小暮らしめぐる愛の名を第20回やっていきます。節田圭介です。もう20回に来たったよ。20回に突入しましたよ。よっしゃ、前回のあらすじ、とうとう演劇が始まった。でさ、まあ演劇進んでいったやけど、なんか結局さ、しずくちゃんはあの臨時で頼んだんわかるけどさ、なぜかたくまも出てきてしまったという、そういう状態で前回のパート終わりました。セリカ様がすごい呆れてらっしゃる。続き、たくま一体どういうこと。なんでたくまが劇に出てるの。監督に無断で出したな。おい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 、わりわり、そんな怒んなよ。舞台袖に下がるや否や、俺たちはたくまに詰め寄った。いやー、なんかほら、鬼役のひげ生えたやあいつさ、腹壊せてられないから代わってくれて言ってきてよー。え、なんなん、え、もしかして、え、それ本当か。嘘ついてない。たくま、この劇に出たいからって、お前その ひげ生えたやつにさ、が飲む飲み物にさ、なんか下剤とか入れてない。大丈夫か、たくま。たくま、ちょっと。たくまが頭に手を当てながら笑顔で事情を説明する。あ、そういえば、なんて読むんだいこれ。ひし、ひく、ひし、なんて読むん。さっき何気にカレー早飲み大会に参加してたよな。ひしたが、いつの間に。いや、でもタグマ、それなら先に言ってくれないと驚くよ。驚くにしたって、本番中にタグマの名前を呼ぼうとしたのは感心しないわね。そうだぞ、ハル。ああいう時に、瞬時に対応できてこその役者ってもんっしょ。俺は役者目指してねえよ。逆になんであんな自然にいられるか不思議でならなかったよ。セイカとスネからは演技中、全く驚いた様子が見られなかった。というか、驚いていたのって、俺とモナカだけだったような気がする。まあまあ、せっかく一緒に舞台に立てるんですし、みんなで頑張りましょう。あれだろ、ツネスだから冷静に頼もっとったんはさ、たくま呼んだツネやけんじゃないかな。だってさ、前夜祭でさ、ハルヒト君の家でさ、やいよったけどさ、なんかツネとたくま話してどっか行ったけどさ、もしかしてこれの準備だったんじゃないの、お前ら。お前らサプライズ仕掛けを、昨日の夜から準備しとったんじゃないの。このたくまの鬼の衣装やって、もしかして昨日のうちにたくま用に作ったんじゃないの。しずくは楽しそうに満面の笑みを俺に向ける。そう、それはそうだけど。ああ、俺が鬼をやるからには簡単に倒せるとは思うなよ。あ、でもタクマ、だからってさ、アドリブで鬼が勝つルートに入っていくやめてくれんへんかにな。それだけをやっちゃダメやけんな、タクマ。先に言っとくよ。だから心配なんだってば。じゃあみんな、頑張ってタクマをぶっ倒そう。さ、モナカちゃん、さらっと、すごいことを言い出したで、ぶっ倒そうってさらっと、そういうことをさらっと言えるタイプの君、人間なんだね、君は。相変わらず、モナカも受け入れるのが早いな。まあ、そうと決まれば、タクマを交えてやりきるしかないんだけれど。よし、ここまで来れば。アズミ、みんなのことを任せていいか。はい、不要様はどちらへ。鬼退治に加勢する。そうそう、不要は町へと再び走り出した。仲間たちが心配だったということもあるが、それよりも一つのことが気になっていたのである。なんなん気になっとったって。あれか、自分の部屋のエアコン止め忘れとうか、ちょっと気になったんか。そうやな、止めてなかったら今頃電気代バカにならんからな。チキ、どこだ。シキってモナカちゃんがやりよったやつよな。エンジンをやつかな。金さめ、マゼムネ、大聖殿、まさかこんなにいてもたやすく。いやー、もろい、もろすぎるぜ、人間ってやつはよ。ほら邪魔だ、飛んでっちまえ。まずー、くっ、一体なんだこれは。
お、どうした、シキ。村岡ちゃんがシキよな。シキ、シキ、なぜ逃げなかった。おい、しっかりしてくれ。あ、やられたじゃん。鬼に殴られて倒れた、気絶したって状態だけどな、これ。不要は必死にシキに呼びかけるが、彼女は苦しそうにうなされるばかり。仲間たちも疲弊しきり、状況はまさに絶望的であった。多分アンパンマンでいう顔が濡れて力が出ないような状況。そういう感じだと思ってくれればいい。でも、はるちゃん妹欲しいんじゃ。妹か、俺も妹欲しかったな。そんやのにさ、俺の両親ってばさ、弟3人も作りおった。弟3人も作りおったからな。なんで男ばっかり3人も作る。このバキモノめ、町を、仲間たちを、四季を、よくも。やっはー、なんだお前。あー、いて、うわ、無駄無駄、そんな攻撃じゃ痛くも痒くもねえぜ。若干タクマ無駄無駄で。なんか絶対お前ジョジョ呼んだるな、呼んどるなお前。私はなんと無力なのだ。己の無力さを嘆き打ちひしがれる不要。しかしその時、四季の体が淡く光を放ち始めた。どうした？なんだこの光がだ。どういう光の当て方したらそういう演出できるんだ。プロだな。プロがいるぞ。四季、この輝きは。霧雨よ、まだ動けるか。当然だ。わしより主の方がよほどボロボロだろう。まだいける。ああ、まだまだ。いやあ、いいぞいいぞお前ら。え、あれ？次はこっちのシーンのはずなんだけど。え？はは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 は。たくま今アドリブ入れようとしたやな。くそ、今の我々ではやはり、あは、全く歯が立たないな。こんなものご都合主義の愛の力でもなければ倒せないぞ。なんだお前ら、空気読み始めてね、お前。ご丁寧にご都合主義を使ってくれと言わんばかりに言ってくるんじゃないわお前。愛の力だ、笑わせてくれぜ。んなものが聞くわけねえだろ。はい、そうか、これならいける。どれならいけるんだお前は、何を考えた。ちょっと春人、これってどうようなってるの。いや春人って言ったらダメだよ、真中ちゃんお前。まあ確かにさ、アドリブには入ってしまっとうけんさ、もうこういう展開になってしまっとうけどさ、観客に聞こえないよう真中が小声で俺に話しかけてくる。わからない、杖たち何やってるんだ。私、光ったままなんだけど、なんかこの光り方さ、なんかバカにされてるような気がするだろ、マナカちゃん。台本にはない展開に、俺たちはただ3人のやりとりを見つめていた。大勢、何か策が浮かんだのか。うむ、しかし、不要と四季の協力が必要だ。ギザメ、少し時間を稼いでくれ。冗談だろう。あれを一人で相手しろというのか。すまない、だがこれしか方法はない。はあ、わかったよ。まだ遊び足りてねえか。俺はそろそろ飽きてしまう、飽きてきて、わしをただの人間だと思うと怪我をするぞ鬼の。常、何がどうなってるんだ。台本と全然違ってきてるぞ。
説明は後だ。我が陰陽師に伝わる秘術を展開する。不要、力を貸してくれ。常はまるでセリフの一部のように話しかけてきた。慣れてる、お前慣れてる、絶対慣れてる。カスタって何をすれば。鍵は式にある。この娘は普通の人間ではない。あれ、それここで言っちゃうの。式の体内の回る式は常人のそれよりもはるかに触れ幅が大きく不安定だ。そしてそれは不要がそばにいるときに増大していた。何、そんなこと、いつ。俺は不自然に見えないようにできる限り話を合わせる。今の式を見て確信したのだ。死に直面していながら不要と最も近くにいる今はこの時、その光は溢れ出た木の証だ。うん、よくわからん話をするんじゃない。それはどういうことなんだ。つまり愛と愛の力ということだな。なんかそれっぽいことを言おうとしてごまかしてない。な、そうだ。そしてその力を我が秘術と動力とする。よくわからないが、私は何をすればいいんだ。愛って言ったな。愛し合う二人、幸せの空、どなりどしあなたとわたしさくらんぼ。お使いじゃ。それは式は精一杯思い続けること、それだけだ。わかった。それが今の私にできることなら。それでさ、私はどうしたらいいの。式は気を失っているだろうが、それでも思いの力は届くはずだ。あ、寝てればいいんだね。オッケー。あ、お前軽、マヤカちゃん軽い。お前そのオッケー絶対ローラ風に言っただろ、お前。楽できるみたいな感じになってしまっとる。それでは頼むぞ、不要。この術は本来であれば陰陽師創出で同時に陣を仕切って発動する戦用の大規模術式だ。だが式の気を爆発をうまく取り込めれば。式、すまない、私が守ってやれなかったせいでお前は。ちょっと春人どうしたの。いや愛の告白だからな。ここ何気に愛の告白だからな。なんか常々がそういうさ、春人君とマラカちゃんの愛情をくっつけようと仕向けてきてるんじゃないかなって、そういう気分になってきている。ああごめん、思い続けるって口に出した方がいいんだよね。そうだね。ツイストだ、それ待ちっぽいし。感じてる、マラカちゃん。ツイストとかそういう方向に持っていこうとしてることに感じてるよ。わかった、やってみる。俺は自分の心に問いかけるようにそっと目を閉じる。え、何これから。ちょっと演劇の枠を超えてマラカちゃんに勝ちで告白するパターンじゃないの。もしかしてだけどなんじゃないの。そして少しずつ頭に浮かぶ思いをゆっくりと紡ぎ始めた。やばい、 BGM 消えた。こっから流れが変わるし、骨格しそうな気がするし。シーキー。あ、でも不要なんやな今。でも今は不要なんやな。お前と共に過ごした時間は決して長いものではない。だが私にとってそれは何にも変えがたい、かけがえのない時間だったようだ。そばで笑いかけてくれるだけでどんなに心が満たされたことか。これ多分あれやな、不要から式に言い寄るだけじゃなくてさ、ハリト君からマナカちゃんに言うような感じなんやな、内容的には。でもそんなことは俺の傲慢だったと思う。お前にだって辛い時や悲しい時があるだろう。そんな時でも無理して笑いかけてくれているんだよね。だから本当は私が愛さなければならないんだ。辛いかも悲しいかも、どんな表情の時も全部
時期を笑顔にするためにもらうばっかりじゃカッコつかないから。え？大勢まだか。もう本当に動けんぞ。キーサメ、よくやってくれた。術式は完了だ。完了の仕方だよ、お前。ガチの告白みたいになってるし、もう告白を受けたような顔になってるマナカちゃんがいるし。あと、不要の声をさ、変な声でやってしまったことに後悔しちゃってるね、今。だってさ、結構いいシーンのはずのにさ、この声のせいですごい台無しになってるね。やっちまったって今思ってるね。あ、陰でこそこそ何やってんだ。今だ、不要。解き放ってくれ。解き放つってどうすりゃいいんだ。思い続けた愛を、天に向かって、叫べ。もうなるようになれ。チキ、私はお前を誰よりも愛している。うわあ、いやー、なんだこの光は。これが人間の愛の力だというのか。奇跡は起こるのだ。ところどころでヒヤヒヤしたけれど、ようやくクライマックスを迎えることができた。なんて恥ずかしいクライマックスなんだろう。後はエピローグをいい感じに締めるだけ。あれ？光の上げた舞台には俺とムラカしか残っていなかった。舞台袖の方に目をやると、みんながニコニコしながらこっちを見つめているのが分かった。もしかしてだけど、もしかしてだけど、告白のお膳立てをしてくれてるんじゃないの。絶対そうだろ。じゃーん。やられた。しばらく沈黙が続いた時、客席から声が聞こえてきた。あ、ごめんなさい、飛ばした。飛ばしてもだ、なんて呼ん、え、なんで、しきちゃん、目を覚ましてくれってか、不要の気持ちに応えてあげて。それを皮切りに、客席のあちこちから漆器の目覚めを望む声が聞こえてくる。わ、そういうことか。マナカ、いける。俺たちは小さくうなずき合った。そしてもうこれ、周りから告白告白っていうアンコールアンコールみたいなのが出てきてもおかしくないような状況になっている。そしてふよ、何このさ、マラカちゃんのさ、わ、子供が生まれるみたいな顔は何なのこれ。ちょっとでもだ、夫婦じゃん、もう夫婦みたいな感じになっとるじゃん、もうこれ。お前らもう背中が爆発しろ、お前ら。いやさ、付き合ってくださいのお膳立てかなと思ったら、もうさ、妊娠して出産まで来とるみたいな感じになってるから。お前、ここは病院じゃありませんよ。産婦人科ではありませんよ。チキ、夢を見ていました。うん、確かに今は 夢みたいな光景を見ているわ。俺らは、俺と視聴者は夢。はい、近くて遠いとこからか、どこからか不要をずっと見ているのだけれど、不要は私がいることに気づいてくれない、そんな夢。どうなって言うだこれはってコメントが来たけどさ、俺に聞くんじゃねえ、そんな気分です。え、でもようやく気づいてくれました。そしてモナケは一つ呼吸を整えた後、私もあなたをこの世の誰よりも愛しています。これさ、ここでさ、シッキーじゃなくてモナケが出て出たところがさ、またオツな演出よな、これ。もう春人くんとマラカちゃんの関係をさ、不要と漆器の関係に当てはめていようような感じになってる。常定はお前はすごいな、こういう台本を作れるんだからな。
何気にお前仕組んどるんじゃないの。台本を作ったあたりからこの展開を仕組んどったじゃないか、常沙だとしたらあいつはすごい作詞。いったー、スタンディングオベレーションが鳴ってる。総集感、客席が大歓声と大きな拍手に包まれた。同時に舞台の幕が降りていく。でも春人くんと村香ちゃんのこれからの人生の幕がどんどん上がっていくのでありました。それからしばらく拍手と歓声が頬に響き続けたのであった。はあ、おう、俺たちは学園祭の締めであるキャンプファイヤーを囲んでいた。いろんなクラスのいろんな人たちが思い思いに今日の出来事の話に花を咲かせている。俺たちのクラスもみんなその表情には笑顔が満ち溢れていた。ああ、これでもう終わりなんだね。元に戻った。もう風葉と四季の関係じゃなくなった。そうです、これ学園祭です。これ学園祭で演劇をしよったんよね。出し物としてクラスの出し物としてそういう展開だったわけ。そしても壮大な演奏だったな。これ隣に座っているモナクがいかにも残念そうな声を漏らす。え、何、このままさ付き合ってさ本当に子供産みたかったの？オッケー、じゃあ今から行こうぜ産婦人科。そうだね、やっぱりちょっと寂しいというか名残惜しい気持ちになるね。毎日こんなだったらいいのにな。いやいや、こんな日が毎日続いたら身が持たないって。あれ、春人くん、まだちょっと演劇の時の役作りまだ抜けてないな君。もうその喋り方しなくていいんだよ春人くん。それに今日からしかないから特別な思い出になるんだし。そうだよね、モナカじゃねえよ。モナカって名前なのかって言うけど、俺それ滑舌、俺の滑舌が悪いだけでさ、マナカやけんね、これマナカって読むんですね、これ。マナカと一緒にありきちゃいない言葉で感想を交わす。お、不要と式だ、迫真の演技感動したぜ。う、あ、あ、ありがとうございます。特に最後の二人のセリフは気持ちがこもっていて鳥肌ものでした。そりゃそうだろうな、だってさあれは不要と式のセリフじゃない、春人くんとマナカちゃんのセリフやもんな。やっほー式ちゃん、不要とお幸せにね。はい、お幸せにします。あ、あー、ありがとう。演劇が終わってから見ていた生徒たちにこうして声をかけられることがある。知らない相手から一方的に声をかけられているのは少し変な気分ではあるのだけれど、それも学園祭ならではの雰囲気なんだろう。ねえねえ、有名人ってこんな気分なのかな。いやー、それとは違うんじゃないかな。あ、戻ってきた、ハルト君の声が戻ってきたよ。ちょっと王者の場合は一時的なものだしさ。そうかな、見てくれた人の記憶にちゃんと残っていてくれたら一時的じゃないでしょ。おう、自信たっぷりだねマナカ。えひ、少し少なくとも私の心にはちゃんと残る思い出だよ。そうだろうな、だってもうあれ遠回しに愛の告白してるんだもんな。二人ともお疲れ。わっ、マナカと話していると後ろから常が飛びついてきた。あ、ちょっと待てお前、つれさだお前、あんだけ二人の間くっつけるお膳立てしといてさ、何二人きりの時間邪魔しに来とんやお前。ここはちょっと遠目にさ観察するぐらいにしとっけやお前。ハリト君とモナカちゃんの雰囲気が良くなったところでグッとって指を立てるぐらいにしとっけやお前は。いやー、二人とも本当良かった、感動した。なんか言うんだそれ。それより常、そろそろ教えてよ。そうだよ、いつの間にみんなと打ち合わせしてたの。おお、まあもう落ち着いたしいいか。たくまの乱に続く終盤のアドリブ劇の裏にはどうやら事前の打ち合わせがあったらしい。そりゃそうだろうな、
事前の打ち合わせしてないのにあんなに綺麗に行くわけないわな。ハリドクとマークちゃんだけには黙っておいて他の人間全員来るなんじゃないかお前ら。おいおい校舎裏声や、全員説教してやからな。杖たちだけでなく、おいとマラカ以外のクラス全員が知っていたようだ。やっぱりか。おいたち、めちゃくちゃ焦ってたんだからね。劇の直後だと、まだあの場に観客も残ってたから話を出せなくてさ。ちなみに、みんなで打ち合わせたのは今日のお昼だよ。今日？この話が出たのは昨日の夜なんだけど、みんなで話したのは今日ってことね。昨日の夜って。え、杖里はお前、タクマと二人でグルになってこういうこと考えてたのかお前ら。テッシーのところに行って唐揚げ食いに行きな、食いながらさ、三人で話し合ったんか。ハルヒトクとモラカちゃんくっつき大台作戦みな。よくみんな乗ってくれたね、そんな急な話に。まあ、簡単ではなかったけれどね。セリカちゃんがいた。セリカが3人分の飲み物を抱えてやってきた。おいおいおい、3人分って。スエンセタの分も用意してやれよ。オイドマラカちゃんとセリカちゃんの3人で飲むみたいな感じで3人分持ってきて、スエンセタの分も用意してやれよ。なんかさ。お疲れ様。はい、2人とも。ありがとう、セリカ。俺の分は？何かおかしかったからしら。いいよセリカちゃん、そういういじり方はほんと好きよ。愛を感じるね、ツネスだ。俺何もおかしくないです。私は今朝聞いたんだけど、さすがに最初は反対したわよ。だってこれまで練習してきたのに台無しになるかもしれない内容だったんだもの。確かにな、ちゃんと練習しとったのにさ、いきなり本番当日でさ切り替えてくるんやもんな。しかもそれにみんな乗っかってくれたっていうさ、いい学校やないの。そうだよね。じゃあなんで？それは、え、佐古くんとたくまとしずくちゃんがしつこかったからよ。あの3人のお膳立てがあったのね。わあ、やったぜ。ありがとう。つねさだ、たくま、しずくちゃん。この3人が押してこんかったら、俺と、マラカちゃんは、なかなかくっつけなかったんだね。何今の含み笑いは。いや、ごめん。むすっとする制限に対して、見上げた表情のつね。まあ、とにかく、俺たち全員。ハルとマラカを応援したいって思っただけのことだよ。うわ、常須だ。その応援したいって内容、多分恋愛できない意味だろ、お前。ありがとうな。でもさ、もし俺とマラカちゃんが結婚しても、お前は結婚式に呼ばんからな。なんとなく。なんとなくやけど。おい？おー、ヤスだけはちょっと違ったっけ。なんか最後まで、俺が鬼を倒すって言ってたんだけど。ヤス。お前には無理だ。結局たくまにジャイアントスイングでぶっ飛ばされてたよね。またあの時のさ、イエスーの続きが来たんか。ほら前にもあったな、なんか体育館で準備しようとき。マサムネ、あの時のお前は本気で鬼に勝とうとしていたのか。でも一応筋書き通りに進んで安心したわ。最後のセリフは不要と式じゃなくて白井くんと村からの言葉だったから。そうよな、そこが一番良かったわ。なんか物が演劇の中でさ、二人がさ愛し合っとるようなそんな感じのが見えた。むしろ 大成功っしょ。確かに。あ、おいおいおい、本人らはちょっと鈍感ですな、やっぱり。ああ、これだからは二人でいるときは気を使わなきゃね。それで二人は今後どうすることにしたの？わ、いきなり唐突に聞いてきますね、セリカさん。セリカ様ごめんなさい、ちょっとセリカ様にちょっとマウスのアイコンのせ、おでこに乗せっぱなししてましたね、今ちょっと長いこと。ごめんなさいね、なんかいつの間にか、ごめんなさいね。え？え？まあそうなるわな、モナカちゃん。あれ？なんだか話が見えてこない。そうだよな、恋愛っていうのは盲目だよな。ちょっと自分でも気づいてないんだな、春人くん、マラカちゃんに対してのやつ。
マナカちゃんに対しての愛情っていうやつ。ロマンチックですねってコメントがあってさ、リア充が気合いだけどリアルじゃないから許すっていうね。そうだね、恋がリアルだったらさ、みんなで豆ぶつけまくろうね。もう節分終わったけど。姫、大変でございます。この二人何も進展していない。あれだけお膳立てしたのに、お膳立てしたのにみたいな感じ。せいかちゃん今さ、もの2、3秒ぐらいでさ、3回ぐらい表情変わったな。なんてことなの。なんかすごい心配されてるよ。ああ、そういうことか。どういうこと？白井くん、せいかの声のトーンが急に変わった。ガチや。ああ、なんかガチや。はい。私たち、双星先生に連絡しないといけないことがあるから外すわね。お供いたします。今、どうにかしろってことか。あ、そうなんだ。じゃあ、また後で、だね。二人が去ると、また追い出しただけでキャンプファイヤーを眺める。わ、来ちゃった。そして来ちゃった。この流れで二人きりという状況が来ちゃいました、皆さん。やばいですね。次回、ハルヒト君、男を決めよう。そういうパートになれそうな気がします。でも今回はここまでだ。ごめんな、みんな。時間が時間なんだよ。残念ながらね。今回のパートはここまでだ。いいとこで終わるだろ。次回が見たくなるだろ。ハルヒト君は気づいた。ハルヒト君は気づいてしまった。これは、告白するパターンのやつやって感じで心の中で思っていることでしょう。というわけで次回のパートは、ハルヒト君の告白、ハルヒト君にちゃんと告白してもらいます。男を見てもらいます。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。なんてことなの？あの二人、この状況のことを全く理解していない。こうなったら私が白井くんに猛アタックして、真中に危機感抱かせてやるんだから。セリカちゃん、それ攻略相手変わっちゃうんじゃないかな。